資本資産価格モデル。資本資産価格モデル。資本資産価格モデル。CAPM、CAPM とは、金融資産の期待収益率のクロスセクション構造を記述するモデル。1960年代にウィリアム・シャープにより独立に発表された。CAPM の下では、金融資産の期待収益率の強変動が、市場ポートフォリオの期待収益率の変動で、説明さる。 工術のようにキャプムに代替する資産価格モデルも多数登場しているが、金融経済学において最も基本的な資産価格モデルの一つであり、キャプムによって定式化された概念は、学術研究のみならず、トール実務や個人投資の手法等にも広く浸透している。特にウィリアム・シャープは、キャプムの導出も含めた、 資産価格理論研究への貢献により1990年のノーベル経済学賞を受賞している。CAPM によれば、金融市場における任意の金融資産フォーミュラ1の期待収益率フォーミュラ2は次の式を満たす。ここで、この式の動出については、CAPM の動出を参照。キャプムの下では、すべての金融資産のリスクプレミアムが共通ファクターである、 市場ポートフォリオのリスクプレミアムと、それに対する各資産固有の緩和度であるベータの席で表されることから、金融資産の期待収益率のクロスセクション構造が完全に決定されている。キャプムにより、理論上のリスクプレミアムが評価できることから、金融資産の適正価格を導くことができ、適正な資産価格の一つの基準として利用することができる。 キャプムは現代ポートフォリオ理論の最大の理論的成果と言える。1952年にハリー・マーコウィッツが考案した平均分散分析と呼ばれるある特定の平均分散的に効率的なポートフォリオと安全資産への投資比率を変化させるだけで効率的フロンティアを再現できるという定めが示された。このような中でマーコウィッツによって創始された。 平均分散分析に基づき、ミクロ経済学の一般均衡としての理論的基礎を持ったモデルとして登場したのが CAPM である。CAPM は学術的にも実務的にも広く受け入れられ、金融資産、特に株式の期待収益率のクロスセクション構造を記述するスタンダードモデルの一つとしての地位を獲得した。工術のように代替モデルも多数登場しているが、 2015年現在において、未だに、キャプムで現れた概念は幅広く用いられている。実際、証券会社などの情報サービスで各社が推定した、株式のベータが3できる場合が多い。特にハリー・マーコウィッツとウィリアム・シャープはこれらの資産選択理論についての貢献により、1990年のノーベル経済学賞を受賞した。キャプムの同質について述べる。 以下の記述ハトに基づく。まずキャップムが成立するために必要な過程として、以下の4点が挙げられる。第1の過程が成立するためには、すべての金融資産の収益率の同時分布が正規分布であるか、もしくはすべての投資家の期待公用関数が二次関数の形式をとっているかのいずれかとすべての投資家がリスク快適であることが成り立たねばならない。ここで、 金融市場には、フォーミュラ18個のリスク資産と、利子率フォーミュラ5の安全資産、そしてフォーミュラ2人の投資家が存在するとしよう。任意のリスク資産フォーミュラ1についてその収益率をフォーミュラ13とすると、大フォーミュラ23投資家の期待効用を最大化する平均分散的に効率的なリスク資産への投資比率ポートフォーリオフォーミュラ24。 は次の連立方程式の解となる。ここで、フォーミュラ26は例ではない格投資家に固有の係数である。リスク資産フォーミュラ1の時価総額をフォーミュラ28とし、投資家フォーミュラ23の初期資産をフォーミュラ30とすれば、受給一致の条件からとなる。よって、金融市場のすべてのリスク資産の時価、総額過重平均ポートフォリオは、 と表せる。よって、任意のフォーミューラ33について、となる。つまり、任意のフォーミューラ1について、が成り立つ。ただし、である。ここで、マーケットリスクプレミアムは、となる。よって、となる。したがって、任意のフォーミューラ1について、が成立する。この式はまさしくキャプムである。キャプムが成立するならば、市場ポートフォリオと、 接点ポートフォリオは一致する。接点ポートフォリオをフォーミュラ42とすると、ジェームズ・トービンの分離定理より、任意の投資家フォーミュラ23の期待効用を最大化するリスク資産へのポートフォリオフォーミュラ24は、ある実数フォーミュラ45を用いて、と表せる。よって、リスク資産フォーミュラ1の時価総額をフォーミュラ28とし、 投資家フォーミュラ23の初期資産をフォーミュラ50とすれば、受給一致の条件から、任意のフォーミュラ1について、と表せる。従って、リスク資産の時価総額過重平均ポートフォリオ、フォーミュラ53は、フォーミュラ54に注意すれば、となり、確かに、接点ポートフォリオと一致する。キャプムのベータには一種の線形性がある。 金融資産フォーミュラ33について、資金をフォーミュラ57の比率で投資するポートフォリオを考える。するとこのポートフォリオの収益率フォーミュラ58は、金融資産フォーミュラ1の収益率をフォーミュラ13とすれば、以下の式で表される。この時、キャプムが成立しているならば、このポートフォリオの期待収益率フォーミュラ62について、 次のような変形が可能である。ただし、である。よってまとめると、が成り立つ。この結果は、以下で述べる、極めて実用的なインプリケーションを持つ。キャプムの線形性を用いれば、個別株式のベータやポートフォリオの投資比率を特定することなく、ポートフォリオ全体のパフォーマンスを測定することができる。よって、投資信託などのファンドが報告している。 収益率実績などからそのファンドのベータを推定することが可能になる。つまりファンドがキャプムから逸脱した収益を上げているかどうかを限られたデータから調べることが可能になる。この観点に基づきが前ン,ンのアルファと呼ばれる指標を用いて株式の投資信託のパフォーマンスを統計的に検証した論文を1968年に発表している。キャプムの下で ウィリアム・シャープが提案した投資の効率性を測る指標であるシャープレシオについて以下で述べるような関係が成立する。金融資産フォーミュラ1の収益率をフォーミュラ13とすれば、そのシャープレシオフォーミュラ68は、で定義される。この時、資産フォーミュラ1の収益率と市場ポートフォリオの収益率フォーミュラ14の 相関係数フォーミュラ72は次で定義される。よって、キャプムが成立しているならば、資産フォーミュラ1のシャープレシオについて、以下の等式が成立する。ここで、フォーミュラ76は、市場ポートフォリオのシャープレシオである。相関係数フォーミュラ72はマイナス1から1までの値しか取らないので、市場ポートフォリオのシャープレシオが正ならば個別資産の、 シャープレシオは必ず市場ポートフォリオのシャープレシオを下回ることが言える。リスクプレミアムの項で説明されているように、リスクプレミアムは通常、正であるので次の不等式が成り立つ。キャプムの線形性と合わせて考えると、キャプムの下ではどのようなポートフォリオを考えたとしても、市場ポートフォリオよりシャープレシオの観点で効率的なポートフォリオは蘇生できないこと言える。 市場ポートフォリオは、時価総額過重平均ポートフォリオなので、S&P500 などの時価、総額過重平均型株価指数と同一視できる。よって、インデックス運用と呼ばれる、市場インデックス連動型の運用方針が用いられる理論的背景として、このようなシャープレシオによる説明が可能である。金融資産フォーミュラ1の収益率を、フォーミュラ13として、 次の変数フォーミュラ81を定義する。この時、フォーミュラ81とフォーミュラ14の共分散は例である。実際、となる。よって、フォーミュラ13の分散は、あと2つの要因に分割できる。右辺がいい一行を、システマティック、リスクという。キャプムの先挙性から、この関係は、ポートフォリオの収益率の分散にも成り立つ。ポートフォリオが、 市場ポートフォリオに近づけば個別リスクは小さくなるので、分散投資の重要性についての言及は、この結果を前提としている場合が多い。リスクリターン平面において、安全資産の位置する点と、市場ポートフォリオの位置する点を結んだ直線を、資本市場線と呼ぶ。キャプムが成立しているならば、すべての投資家の選ぶポートフォリオは必ず、資本市場線上にある。 右の図は、資本市場線を表したもので、黒い線が、資本市場線であり、青い線が、リスク資産のみからなる効率的フロンティアである。図におけるフォーミュラ5が、安全資産の金利を表し、マーケットポートフォリオが、市場ポートフォリオの位置を表している。つまり、マーケットポートフォリオの点における、X 座標が、市場ポートフォリオの収益率の標準偏差で、Y 座標が、 市場ポートフォリオの期待収益率となっている。もし投資家の選んだポートフォリオが、資本市場線上において、市場ポートフォリオの点より左側にあれば、その投資家は安全資産と市場ポートフォリオを共に、正の割合で保持していることになる。図におけるレンディングポートフォリオの点が、そのようなポートフォリオになる。逆に、 資本市場戦場において投資家の選んだポートフォリオが市場ポートフォリオの点より右側にあれば安全資産を空売り、つまり借り入れを行って自己の所有資産以上の金額の市場ポートフォリオを購入していることになる。よってその場合は投資にレバレッジがかかっていることになる。図におけるレバレッジドポートフォリオの点がそのようなポートフォリオになる。さらに 資本市場線の傾きは市場ポートフォリオのシャープレシオとなっている。X 軸にキャプムのベータ、Y 軸に期待収益率を取った座標平面をベータリターン平面という。ベータリターン平面において、接片を安全資産の金利とし、ベータが1で期待収益率が市場ポートフォリオの期待収益率である点を通る直線を証券市場線という。 キャプムが成立しているならば、あらゆる金融資産と、あらゆるポートフォリオはベータリターン平面上で、必ず証券市場線上に位置する。右の図は、証券市場線を図示したものである。図において、A ポートフォリオ,オートパーフォーミングザマーケットと記されている点は、キャプムにおける理論値より高い期待収益率となったポートフォリオのベータターン平面上での点で、 A ポートフォリオアンダーパーフォーミングザマーケットと記されている点は、キャプムにおける、理論値より低い収益率となったポートフォリオのベータ、リターン平面上の点である。各ポートフォリオの位置する点を通り、切片を安全資産の金利とする直線の傾きは、それぞれのポートフォリオのトレーナーの速度と一致する。また各ポートフォリオの位置する点から、証券市場線への差は、 それぞれのポートフォリオの前線のアルファと一致する。証券市場線に位置する点のトレーナーの速度は、マーケットリスクプレミアムであり、前線のアルファは例であることから、これら2つの指標が理論値から異なるということは、キャプムからの逸脱を表していると言える。また個別の金融資産で考えた場合、ベータリターン平面において、証券市場線より上に位置する資産は、キャプムにおける。 理論値より割安に根付けられていて、証券市場線より下に位置する資産は割高に根付けられていることも言える。キャプムには安全資産の存在が仮定されている。しかし1972年にフィッシャー・ブラックは安全資産の存在を仮定しないキャプムとしてゼロベータキャプムを導出した論文を発表した。ゼロベータキャプムのもとで 金融市場における任意の金融資産フォーミュラ1の期待収益率フォーミュラ2は次の式を満たす。ここでフォーミュラ92はゼロベータポートフォリオと呼ばれるポートフォリオの期待収益率でその他の変数は前日のキャップムの式と同じものである。ゼロベータポートフォリオは以下のようにして作成される。まず市場ポートフォリオはリスクリターン平面上において 効率的フロンティア上にある。そこで、市場ポートフォリオの点において、効率的フロンティアの接線を引き、Y 軸との交点を取る。その交点から水平線を引き、リスク資産の最小分散フロンティアとの交点を取り。すると、この水平線と最小分散フロンティアの交点上にあるポートフォリオが、ゼロベータポートフォリオとなる。ゼロベータキャップムが生まれた背景として、 フィッシャー・ブラック、マイロン・ショールズによる研究がある。フィッシャー・ブラックがゼロベータ・キャプムを導出した論文中に述べられていることが彼ら3人の実証研究においてキャプムが一部成立しない結果が得られた。ベータが高い株式で組まれたポートフォリオの期待収益率は理論的な値より低くなり逆にベータが低い株式で組まれたポートフォリオの期待収益率は 理論的な値より高くなったのである。そこで、ベータがゼロとなるポートフォリオを考え、市場ポートフォリオとゼロベータポートフォリオのリスクプレミアムによる2ファクターモデルを用いて推定を行ったところ、結果が改善する傾向が見られた。このような実証的結果の一つの説明として、安全資産を用いた資金の貸し借りが不可能なのではないかという推論に至ったことによる。 実証研究においてキャップムは1970年代前半まではその成立について肯定的な結果が得られていた。しかし1970年代後半からキャップムに対する様々な批判や問題点が提起された。それはキャップムの理論的な問題点に関するの指摘やキャップムについての実証研究が持つ問題点に対するの指摘。 そしてキャップムでは説明できないアノマリーの発見などである。は、キャップムが成立するための過程が非常に限定的であるとして新しい資産価格モデルとして最低価格理論を提案した。キャップムが成立するためには完全市場の過程のほかに投資家の選考が平均分散分析と整合的である必要がある。つまり市場に参加しているべての投資家は 平均分散分析により、ポートフォリオを選択しなくてはならない。しかし、これが成立するための理論的な過程は、すべての金融資産の収益率の同時分布が正規分布であるか、もしくはすべての投資家の期待効用関数が二次関数の形式をとることである。それは非現実的であるので、それらの過程に依拠しない、資産価格理論として、最低価格理論を提案したのである。 他方は既存のキャップムについての実証研究が持つ問題点をいくつか提起した。特に有名なものとして市場ポートフォリオについての批判がある。キャップムは全ての金融資産について成立するものなので市場ポートフォリオも全ての金融資産の自家、総額過重平均ポートフォリオでなくてはならない。しかし既存の実証研究は株式に対するものが主で 市場ポートフォリオもすべての株式に対する時価、総額過重平均ポートフォリオが用いられてきた。その意味で株式しか考慮に入っていない市場ポートフォリオを用いた結果の妥当性を判断するのは難しい。よって市場ポートフォリオは株式以外にも債券、不動産、そして人的資本への投資などを含めた時価総額過重平均ポートフォリオであるべきであるという主張になる。 そしてより深刻な指摘として、キャプムでは説明できないアノマリーの存在がある。このようなアノマリーの例として、時価総額が小さい株式の方が高い期待リターンを得られるという小型株効果や、母家時価比率が高い割安株の方が高い期待リターンを得られるというバリュー株効果などがある。そこで、友人ファーマとは、米国株式市場におけるクロスセクション分析を行い、 時価総額、母価時価比率、で割レジ比率 E、P の当時認識されていた4つのアノマリー要因は、時価総額と母価時価比率の2つに集約されることを、統計的に実証した論文を1992年に発表した。そしてさらにこの論文中において、時価総額と母価時価比率でコントロールを行えば、市場ポートフォリオのリスクプレミアムが持つ個別株式の リスクプレミアムへの説明力がほとんど失われることを統計的に実証した。つまりキャップムは少なくとも米国株式市場においては成立していないとの結果である。当該論文の発表当時、友人ファーマは効率的市場仮説の確立などですでに学術的に名声を得ており、さらにキャップムを擁護する論文をかつて発表していたことから、この論文は 大きなインパクトを持って受け止められた。特にフィッシャー・アブラックは、ファーマとフレンチの結果に対して懐疑的な詞を示している。しかし、1993年に友人ファーマとケネス・フレンチが発表した資産価格モデルである、ファーマイコール・フレンチの3ファクターモデルは、ポストキャプムとしての地位を確立し、新たなスタンダードモデルとなった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。